はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、マイナポイント、電子マネーやクレジットカード編、最後にランキングもということで、今回も、まあ、引き続き、マイナポイントに関する話題ですね。この動画では、以前お伝えしたスマホ決済に続いての内容となってますので、まあ、ぜひ参考程度に見ていただければと思います。それでは行ってみましょう。まあ、本題に入る前にですね、そもそもマイナポイントは何故やということで、まあ、もしですね、マイナポイントについてまだちょっとよくわかんないなということがあれば、こちらの動画で少しマイナポイントについて解説をしてます。 で、あとですね、まあ、先ほどもお伝えしたように、マイナポイントのスマホ決済の特典ですね、まあ、そういったのを紹介をしているのがこちらの動画でもお伝えをしているので、マイナポイントについて学んだ後はこちらのスマホ決済についてですね、見ていただいた上で、今からお伝えするクレジットカード、そして電子マネーについてですね、こちらを見ていただければと思います。で、念のためおさらいなんですけども、今回ですね、マイナポイントで上限最大で5000円分までまあ付与されるということなんですけども、それに加えて、ま、各社決済会社の キャンンペーンというのですねそういったのがまあ、今現在開催されてているのででそそれれををすすねざっくりとお伝えをしていきますそれが今回お伝えするのはこの3種類となっております。電子マネー、クリストカード、プリペイドカードということですね。それでは早速1つ目なんですけど、まずは Suica ですね。Suica 結構まあ使われてる方多いのかなと思います。まあ僕自身はモバイル Suica 結構利用頻度が高いんですけども、で、その Suica も今回マイナポイント事業に参加するということで特典紹介します。 まあ上にも出てる通りですね。マイナポイントをスイカで始めよう。JRE ポイントに登録したスイカでマイナポイントに申し込んでチャージをするだけで、 まずはこちらのマイナポイントとしての5000ポイントですね。で、それに加えてさらに1000ポイントが付与されるということですね。で、この1000ポイントに関してなんですけども、通常ポイントとしてもらうことができます。JRE ポイントの通常ポイント。でですね、あとそのチャージ方法によっては一部対象外になるものもあるので、これに関しては公式ページをチェックしていただければと思います。で、まあトータルで6000ポイントまでもらえるので、まあスイカ利用される方に関しては、まあ1000ポイント確実にもらえるということですね。続きましてイオンのワオンですね。まあ 本当にこの情報が出てからもうこの和音で使いますっていう声もね結構いただいてるのでまあ本当にね ちょっと注目しているところではあるんですけども、まあ、このワオンに関しては9月1日より電子マネーワオンにチャージ上限2万円をチャージすることで最大で5000円分がもらえるそれに加えてここで,ですねワンオン得点10%ということで最大2000円ワオンプレゼントということになっております、まあ、普段からねイオンであったりとかそういったワオン利用されている方であればもうかなり嬉しい得点になっているんじゃないかなと思います まあ僕は普段全然ワ音オン自体はほぼほぼ使わないんですけども、これを機にちょっと使ってみようかなっていう気にはなってるとこではあります。まあ今回一番この還元率としては高いので、ちょっと注目っちゃ注目ですね。次は7個ですね。7個であればこちらの得点が付与されます。マイナポイントの申し込みで7個を選ぶと507個ポイントプレゼントということになっております。で、それに加えてですね、なんと7個では抽選もあります。1から5等までありまして、1であれば最大で5万 7個ポイントが当たるということですね。しかも5万7個ポイントに関しては500名様となっております。で、最低でも、まあ最低というか5等でも7757個ポイント。これも7個ですね。これも1万名様に当たるということになるので、まあ普段から7個利用されている方であれば、7個ポイントを選択するのも一つの方法なのかなとは思います。で、電子マネーは以上なんですけども、続きまして、こちらのクレジットカードですね。 まず一つ目なんですけども、三井住友カードですね。まあ三井住友カードの場合はこちらの特典になるんですけども、9月中にマイナポイントへ、三井住友カードをご登録いただいた方抽選で、100名様に V ポイントを1万ポイントプレゼントということで、登録開始まで少々お待ちくださいということですね。まあ三井住友カードね、まあちょっと抽選ではなるんですけども、V ポイント1万ポイントがもらえるということになっております。まあこれはこれで当たったら嬉しいですね。 で、この V ポイントに関してなんですけども、このマイナポイントの解説のこの公式ページのちょっと下の方にですね、注意書きが書いておりました。ANA カード専用の ANA マイレージ移行コースには利用不可ということになりますので、まあ、あくまでもまあ、V ポイントもらえても ANA のマイレージに移行することはできないということになってますので、ここもしね、それを目的の方であれば、ちょっとここは注意点なのかなと思います。 次はドコモの D カードですね。D カードであれば以前ね D 払いの解説の時にもお伝えはしたんですけども、こちらの特典となっております。まあ、D 払い D カードでマイナポイント申し込みをして、チャージまたはお買い物すると D ポイント最大5500円分付与ということですね。 で、5000円に関してはマイナポイントの上限の5000円分なんですけども、それに加えて D 払い、D カードを限定特典として500円分申定ということで、これはもらえるのは D ポイント期間用途限定となっております。なのでまあ普段からずっと D カード使われている方であればこういった方法もありなんじゃないかなと思いますね。 次は AU が提供する AU ペイクレジットカードですね。プリペイドカードでなってクレジットカードの方となっております。もしくはあれですかね、AU ウォレットクレジットカードになると思うんですけども、今回のその特典に関してなんですが、通常の上限のね、5000円分のポイント付与に加えまして、 ま、下にも出てるように、さらにキャンペーンで上限1000円分の aupay 残高がもらえるということになっております。で、一つ、ま、気をつけてほしいんですけども、aupay の、ま、スマホ決済の時でも同じなんですけども、ポンタではなくて、え、あくまでも aupay 残高がもらえるということになります。なので、もしポンタポイント目的であれば、ま、これはちょっと気をつけないといけないのかなと思いますね。 で、他にもですね、クレジットカードがそのマイナポイント事業に、まあ、参入してるところがですね、他にもまあ3つぐらいあるんですけども、楽天カードとエポスカード、オリコカードということですね。まあ楽天カードに関しては、まだ特にまあ特典というような情報が出てなかったので、とりあえず上限の5000円分までもらえると。で、エポスカードも、まあ、特に特典は今の時点では出てなかったので、とりあえずまあエポスカードは上限5000円分までもらえる。そしてオリコカードなんですけども、これはですね、あの公式ページにもちょっと出てたんです。 がそのまま引っ張ってきた内容をコピペさせていただいたんですけどもお得なキャンペーンも同時に開催いたします申し込み開始まで今しばらくお待ちくださいということでございましたのでもしねオリコカードで参入したいという方がいらっしゃいましたらまだちょっと明確な情報は出てないんですけどももしオリコカードで参加されたいという方に関してはもう少し待ってみるのもいいんじゃないかなと思います、まあ、詳細に関してはね公式ページの情報を待っていただければなと思いますねでクリジットカードが終わりまして あと、プリペイドカードですね。 まあ結構ね、プリペイドカードに関しても、まあいろんな決済会社さんがまあ入ってるということで、ビザプリペイドカードでおじみのキャッシュであったりとか、あとはゆうちょが提供するミジカであったりとか、そしてバンドルカードとかですね。まあこういったところに関しても上限最大の5000円分までもらえるんですけども、それ以上に関しての特典というのは特になかったので、現時点ではとりあえず5000円分までもらえるということになっております。で、あと、まあデビットカードですね。プリペイドカードは以上なんですけども、ちょっとデビットカードでも少し特典がありました。これはあのジャパンネット銀行な なんですけどもそのままちょっと読みたいと思います。JNB ビザデビットはマイナポイント事業に参加します。最大5000分ポイント付与と、ポイント還元ということで、 一応、特典としたら、マイナポイント登録キャンペーンということで、JNB ビザデビットを登録するだけで100円もらえるということですので、もしまあジャパネット銀行をずっと利用されている方で、これしか使わないという方に関したら、ちょっと100円とはなるんですけども、登録だけで一応もらえるということになっております。もう一つ、デビットカードで関連するんですけども、SNBC のデビットカードですね、三井住友銀行のデビットカードをお持ちの方であれば、先ほどと同じ三井住友カードの抽選に参加することができますま。内容 そしたら同じですね V ポイント100名様ということになっておりますで1つまあ注意点としたらその V ポイントの付与対象である SMBC デビットカードが対象となるのでもしこのデビットカード SMBC デビットカードで参加する際はですねご自身がその付与対象のカードであるかどうかというのをチェックしてみてくださいそれでは最後にですね今回今お伝えした内容をまとめさせていただきました まず抽選のジャンルからですね。まず7個の場合は、プラス500ポイントがあるんですけども、それに加えて、抽選で最大で5万ポイントまで。そして、三井住友カードの V ポイントの抽選と、そして、三井住友銀行のデビットカードですね。これも V ポイントの抽選1万ポイント。なので、もしですね、まあ、ちょっとロマンを求める方であれば、まあ、これら、それぞれ申し込んでみるのもいいんじゃないかなと思います。 で、次はですね、ちょっと確実ということなんですけども、もしですね、もう確実に何ポイントをもらいたいという方がいらっしゃいましたら、これらを選んでみるのがいいんじゃないかなということで、まあ、スイカであれば、プラス5000ポイントが最大でもらえたりであったりとか、 あと、ワオンの2000ポイント。7個であれば500ポイントが確実にもらえます。で、あとは D カードのクレジットカードの場合は500ポイント。AU p クレジットカードの場合は最大で1000ポイントまで。で、ジャパンネット銀行はもうとりあえず登録だけで100ポイントがもらえるということになっております。なので、ま、手堅く行くならね、これを選択するのがいいんじゃないかなと思いますね。 一応ですね、僕なりにちょっとランキングということでまとめさせていただきました。冬ランキングということでポイント順ということですね。まあ7月の8日時点、7月の8日現在で実際のまあランキングとしてお伝えをしたいと思うんですけども。まず第一は和音ですね。本当にね、まあ和音に関してはね、結構早い段階で情報が出てきたんですけども、どこよりもかなり高い還元率を出しているなっていうふうに思いました。 ま、僕自身はね、一応あの、JAL カードと JMB ワンオンのカード持ってるので、これを機にちょっとワンオン使ってみるのもいいんじゃないかなと思うので、ちょっとここ一つ検討してるとこではあります。まだちょっと正直わかんないんですけどね。 で、続きまして、第2位に関してはメルペイですね。残高チャージに関しての1000円分ということで、まあ、トータルで2000円分ということですね。まあ、なので、まあ、同一、同率で1位でいいのかなと思うんですけども、とりあえず第2位とさせていただきました。続きまして、みんな大好き、ゆうちょペイが第3位ですね。こちらに関してなんですけども、まあ、新規でゆうちょペイを登録される方であれば500ポイントがありまして、それに加えて、今回のマイダポイントでゆうちょペイを選択することによって、1500ポイントがもらうことができます。なので、普通にもうすでに登録されている方であ,あっても、1500ポイント ポイントがもらえるのでまあ、ポイントとしたらちょっと高いのかなと思いましてとりあえず第3位に置かせていただきましたであとは同率4位ということで AUPAY のクレジットカードとコード決済ですねこれがプラス1000ポイント あとは、電子マネーのスイカ。こちらもプラスで1000ポイントということで、それぞれ4位とさせていただきましたね。で、最後は、抽選ランキング、ロマン順ということなんですけども、まあね、当たったらちょっと嬉しいだろうなということで、あの、金額的にちょっと高そうだなと思うところの順番だけ、勝手に決めさせていただきました。まず一つ目なんですけども、第1位ということで、メルペですね。 一等最大で1000万円のポイントが当たるということで、これが一人だけ当たるんですよね。なのでこれ一人に入ったらマジで面白いなというふうに思いますね。次第2位に一等最大で100万円相当が10名ということで、ペイペイですね。 ま、けどね、本当今世の中的にペイペイ利用されてる方がかなり多くはなってきてるので、まあ、かなり狭き門の中にはなってくるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、イペイでも100万円分当たってもかなり面白いのかなと思います。次は電車マリアの7個ですね。7個の場合は1等で5万ポイントが500名様に当たるということになっております。で、最後第4位に三井住友カードのクレジットカードであったりとかデビットカード、これが1万ポイントの V ポイントが当たるということで、これが100名様ということになって まあね、本当にこれは全部抽選になってるので、まあ確実なことは言えないんですけども、ちょっとロマンを求めるであれば、まあ一つ参加してみるのも面白いんじゃないかなと思います。まあそんなこんなで今回はマイナポイント、電子マネーとクリストカード編ということで、そして最後にランキングについてまとめさせていただきました。やっぱり今ね、これだけまだ情報が出てるので、正直迷ってます。<laughs> 本当ね、ギリギリまでちょっと迷った段階で、 何かしらどこかの決済会社登録しようかなと思うんですけども今現時点で皆さんいかがですかね確実なとこであればやっぱりワ音オンがかなり硬いなというふうに僕は思っておりますでやっぱ抽選を求めるのはちょっとまあペイペイであればちょっと参加してみようかなと思うので今現時点では僕自身はワ音オンかもしくはペイペイなのかなとは思います ま,あまたね、新たな情報が出ればそこになびいていくかもしれないので、またそれを改めて動画にしてお伝えをしようかなと思っております。で、今回お伝えしたね、キャンペーン情報であったりとか、そういった公式リンクに関しては、それぞれ下の概要欄にリンク貼っておりますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。